市議会議員の川口宏です。今回は私委員会で所属してます住宅審議会、それと屋外広告物審議会について少しお話をさせていただきます。これはそれぞれ、ホームページで見れますので、また、議事録等を見ていただいたら、幸いと思います。まずは住宅審議会を出させていただきました。福岡市が人口が増えて、そして格差が広がる、低所得の方も増える中、市営住宅は増やしてきませんでした。いろいろなニーズあります。市営住宅もあれば UR の住宅等もありますけれども、抽選とか行っている市営住宅を増やしてこなかった、これがいいのかどうか、しかし将来人口減る中、私は税金をたくさん投入して市営住宅をたくさん作るのも方法かもしれませんが、それよりもやっぱり今ある資源、実は住宅もちょっと古くなったり場所が悪かったりすると、立派なのに空いてるところもあります。オーナーも困ってあると思います。そういうところを有効に市が間に入ることによって、なかなかお年寄りに貸してくれないとかですね、またはいろいろな保証人がいるとか、定職の場合借りづらい、そういったものをくじで当たった人が市営住宅入れて、当たらなければ入れないではなくて、少しでも門戸を広げるという意味では、民間貸方も市が安定的に借りてくれるなら安くても貸しましょうという住宅はたくさんあるんじゃないかな。そういった民間のストック、民間資源を市が一緒になっていいとこを出し合ってですね、お困りの方たちに安く提供できる仕組み、これをすべきじゃないかな。またファミリー世帯、子供を増やそうって言いながら、子供がどんどん減っていってますから、しかしながら核家族化、の社会になってきますし、子育てをする方たち、やはり広い家を借りたい、しかしお金はない、そういったファミリー世帯、子供がたくさんいる世帯が安心して住めるような枠もとか支援、そういった、お年寄りがなって、家は広くて余ってるよと、で健康のために不安だから街中、病院がある駅の近くがいいな、そういったお宅を、今度は子供が多い多子世帯に貸す取り組み、東京ではあります。福岡でも何かそのような、前向きにプラスに、欲しい方たちに、一定期間子育て貸すとかですね、または、そういった住宅を、ある面では市が安く提供できるような間を取り持ってですね、そんな勉強をここではしていきたいなと思います。広告物はちょっと時間が長くなりましたので、次の機会に話したいと思います。ありがとうございます。